国際工業バス埼玉東営業所。国際工業バス埼玉東営業所は、埼玉県埼玉市緑区上野田629-15に位置する国際工業バスの営業所である。浦和駅東口、大宮駅東口をターミナルとした広範囲なエリアを所管し、埼玉市、羽生田市、川口市に路線を持つ。敷地は国際工業の営業所の中でも、 かなり広く、他の営業所による、除籍車両の一時的な留置や国際工業主催の、イベント、国際工業バス祭り、2004年以降は、東営業所で行われている。浦和駅から、越谷街道を経由し、東川口駅、浦和噌園駅方面へ向かう。浦例1、浦例2が、主軸で、浦例3、浦例6は、平日朝のみ。 運行の折り返し路線である。日中は、浦礼1が1時間に2本、浦礼2、または浦礼 2S が1時間に1本の運行となっている。後日の浦礼9と合わせて、日中の浦和駅東口や間下間は1時間に7本、程度、念仏教大門小学校入口間は1時間に3本の運行が確保されている。2006年4月21日、 浦和美園駅南側に、イオン、浦和美園ショッピングセンター、現、イオンモール、浦和美園が開店したことで、大門浦和美園駅間において、イオン経由へ、経路変更が実施された。しかし、イオンは、自家用車での来店者が多く、土曜、休日を中心に混雑による渋滞によって遅延が発生することから、2007年4月9日のダイヤ改正で土曜、休日に限り、 浦和駅方面は、イオン構内へ乗り入れないように、経路変更を行った。現在、土曜、休日のみ運行されるイオン非経由便は、公式ホームページの時刻表では、ホレイーニエスと表記されている。2008年3月30日の浦和駅東口での振動開通に伴い、越谷街道方面の路線はすべて、浦和駅東口発着に変更された。 2013年11月1日のダイヤ改正で旧浦礼2と、保礼2から3が廃止され、浦礼2から2は、枝番が外れて新、浦礼2となった。浦和駅東口から日の出通り経由で、東浦和駅へ向かう路線で、一部はさらに先の柴原、馬場方面へ向かう。沿線に団地を多く抱えるため、メインである、浦和駅東口から、 東浦和駅間は1時間にマイナス9本と多く設定されている。また、東浦和駅から先も、馬場折し芝駅が1時間に3から4本、埼玉東営業所までも1時間に1から4本設定されており、便利な路線である。そのため、沿線である柴原、宮本地区でもかなりの本数が確保されているが、宮本地区の場合は、 浦和駅方向の本数が長時間帯において6時台を除き少ない。浦和駅東口発東浦和駅止まりの浦0 4が1時間に3本程度、東浦和駅経由馬場,場、折り返し場駅の浦0 4から2を含むが1時間に2本程度を、東浦和駅経由埼玉東営業所行きの浦0 4から3は時間帯により運行されたりされなかったりする。 東浦和駅始発の東浦01、東浦 01A1、東浦02、東浦十1は1時間に2本程度の運行であり、朝夕になると本数が増える。2012年10月10日より、浦和駅周辺の交通規制の変更によって、浦和駅西口発着から、浦和駅東口、東口通り発着へ変更され、2015年1月16日より、 浦和駅、東口ロータリーの全面完成に伴い、そちらからの発着に変更された。2017年9月16日より、馬場折り返しは発着の一部便を延長する形で、埼玉市立病院に乗り入れる浦04から 2H、東浦 01H が新設された。東浦01は、かつて、鳩ヶ谷担当便も存在していたが、 2010年3月15日より埼玉東単独での運行となっている。浦和駅東口からバイパス、私立病院経由で南大方面へ向かう。私立病院停留所が病院玄関前に位置していることから中時間、停車させることができず、折り返しは一つ先の南大で行っている。浦霊八がバイパスを経由するようになったのは、 最強線開業による再編が行われた1985年10月1日で、埼玉東営業所開設によって、裏08から2が新設され、この裏08から2新設によって、第03再編時、前述に路線が消滅した南台上野山間で、バス路線が復活した。2007年1月16日に、サイト入り口から国道463号バイパス。 新美沼大橋を経由して、浦和美園駅へ向かう、ビレイチが新設。これによって浦、浦礼八、ビレイチが、約30分間隔で運行するようになり、駒場運動校入り口、不動国は15分間隔、利便性が向上した。2008年3月30日の、浦和駅東口での振動開通に伴い、越谷街道方面の路線はすべて、 浦和駅東口発着に変更された。浦和駅から越谷街道を経由し、尾巻から東浦和駅方面へ向かう。浦礼駅が主軸で、それ以外はすべて朝夕のみ運行の出入庫路線である。2008年3月30日の浦和駅東口での振動開通に伴い、越谷街道方面の路線はすべて浦和駅東口発着に変更された。 日中は1時間に4本程度の運行。2007年1月16日に新設された、浦和駅東口から新見沼大橋経由で、浦和美園の駅方面へ向かう路線で、新見沼大橋有料道路を走行する。2013年11月1日に、浦和美園の駅、西口ロータリーが完成したのに伴い、浦和美園の駅西口発着へ変更された。 大宮駅東口から日本大学大宮グラウンドと浦和みその駅周辺に位置する高校大学を経由する路線で大宮駅東口発着路線では最終力路線である埼玉高速鉄道線開業によって大きく変貌を遂げ第零一は大宮営業所時代には東川零二の出入庫便として朝夕のみしか運行しなかった東川口駅北口発着であったが 大宮営業所と同時に廃止された。その後埼玉高速鉄道線の開通に合わせ、浦和美園の駅発着へ、系統復活、事実上の短縮の上毎時1便へ拡大され、第0にも中野田引き返し上、現在廃止までの運行から出入庫の兼ね合いで、我学院高校までの運行へ変化した。第01、B80 は、2013年11月1日に、浦和美園の駅。 西口ロータリーが完成したのに伴い、浦和美園駅西口発着へ変更された。大例2から2は、南堀の内引く南中の間を、新道、県道214号バイパス経由で運行するが、朝、夕のラッシュ時のみ運行となり、被災日は運休する。大八十一、美八十はそれぞれ埼玉東開設と同時に、新設された出入庫系統だが、 両者とも時間帯による偏りが少ない。大パチ11は、大例2の実質的な区間便となっており、大例2の代わりに、大パチ11が運行される時間帯も多い。大礼2と、大パチ11は2系統合わせて1時間に3から4本程度の運行である。大礼1と違い、パターンダイヤにはなっていない。大パチ11は平日深夜に、 大宮駅東口25時発の深夜バスを運行していたが、2013年11月1日のダイヤ改正より休日にも新設された。以前は浦0八と同じ難題行き、私立病院での折り返しが不可能であったため、浦0八が一つ先の難題で折り返していたところへ、大霊さんが乗り入れた形だったものが、1990年代の ダイヤ改正で現行の形に変更された。しかし乗客が定着せず、2013年9月現在では、平日朝夕のみの運行まで減便された。染谷折り返し場はその名の通り折り返し可能なスペースが設けられていたが、現在はなくなっており、道路上での折り返しとなっている。なお、染谷折り返し場到着後はすべて改装になるので、間違えて乗車した場合は注意である。 大宮駅東口から県道214号を経由し、片柳市町出発後に左折して大谷方面へ向かう。主力は、大霊4で、平日と土曜には、大谷県営住宅域深夜バスを運行している。大霊4からには、大霊2から2と同様に、南堀の内引く南中野で振動を経由するが、大霊2から2と異なり自治医大医療センターに一度立ち寄る。 そのためか、朝と平日日中の大谷県営住宅方面と、平日朝と夕方に大宮駅方面が運行される点が特徴である。第04、第04から2の2系統合わせて1時間に3本程度運行されている。大04から3は大谷から県営住宅へ向かわず、日ざ湖、大宮東高校を経由して、東部リサイクルセンターへ向かう路線で、 大宮東高校への通学路線であるためか、設定本数は少なく平日朝夕のみの運である。大宮駅東口から沿線にある、日本大学、大宮グラウンド、大宮改正中学校、高等学校方面へ向かう路線。大礼語はキャンパス正門まで向かうが、現在運行している、大宮駅東口発着の19路線のうち、12路線が、 日大前を経営することで本数が減らされ、その分は、往中へ振り替え、事実上の路線延伸られている。2014年3月16日のダイヤ改正で、平日の朝時間帯に、日外前発が数本運転されるのみになった。大例8は、大宮改正中学、高等学校へのスクールバスのような意味合いから、平日と土曜の朝、片道のみの運行で、 終点の天沼城は、大宮海星中学、高等学校専門ロータリーとなっている。一般も乗車可能だが、実質スクールバスとなっている。学校の定期試験、入学試験期間中は、大宮海星中学、高等学校からの臨時の直行バスを運行しているが、始発停留所が学校敷地内のため、一般客の乗車はできない。 学校側がチャーターする形態で運行しているため。なお、運賃の収受は、他路線と同様に行う。大宮駅東口から県道214号を経由し、日大前を右折して、南に位置する東新井団地へ向かう。大宮駅東口路線では、大霊位置に次ぐ、主力路線で、大霊湖、前述を一部振り返るなど、現在でも本数増えている。東新井団地は、 団地北部から外周道路を時計回りに約3、4ほど回る経路となっており、団地構内には国際工業バス専用の折り返し場も存在する。また、東新井団地へは東部バスウェストが埼玉新都心駅、北浦和駅から路線を運行しているが、これらは東路線の団地南停留所を終点とし、この地点に設置された折り返し場で折り返す。大宮駅から 振動経由で自治医大医療センターへ向かう短距離路線で平日土曜は朝ラッシュ時から昼間までの運行だが日曜、祭日は午前便が一切設定されていない大宮駅東口での乗り場は他路線と異なり病院へのアクセス路線として駅前ロータリー内から発車する大宮駅東口から芝川新橋の先で右折し中川地区を 循環運行して、大宮駅へ向かう。第12から2.12から3は出入コ路線で、大宮時代は、奇襲店が共に、芝川新橋であったが、埼玉東の開設に伴い現在の奇襲店に変更された。運行本数は、おおむね平日が20分間隔、土日は30分間隔。循環区間は、必ず半時計回りである。大宮駅東口から、 大宮公園にほど近いことぶきの大和田地区を循環運行する路線。時間帯により循環方向が変わり、15時台までは同種先回り、16時30分以降は西中の先回りでの運行であり、大宮駅のバス乗り場も循環方向によって変わる。南大鳥大住宅を通らない、第15話同種先回りは、朝7時台、西中の先回りは、 夕方18時以降の運行である。南大鳥街住宅を通る第15から3は8時から16時30分までが同種先回り、16時30分から18時までが西中の先回りであり、8時から18時以外は大15に振り返られる。本数は平日と休日ともに朝8時台までと夕方16時以降は1時間に1から2本程度。 平日日中はほとんど運行はないのに対し、土休日日中は1時間に1本程度の運行が確保されており、土休日の方が本数が多いのが特徴である。大 o 1 5からには同種仲間割り循環と称され、埼玉東開設時に大宮の担当路線であった、旧第15からに大宮駅東口芝川新橋同種、大宮車こと、連11からに廃止を、 統合、再編した路線で、同州大宮駅東口間は、東武バス岩月営業所の第50、大宮駅東口岩月駅と並走しており、早朝の第15、同州循環が運行される前に、芝川周りが平日2便、被災日1便、土曜は運休、夜間の同州循環終了後に、西中の周りが毎日1便運行されるだけである。 2016年6月16日より南中野を経由する第15から3同市南中野巡環が新設された。大宮駅東口、ことぶきの住宅間は東部バスウェスと大宮営業事務所の O47 と全く同じ経路を通るが、その O47 も平日3本と休日2本のみしか運行されない。 東川口駅発着の全路線の出入庫で、浦和美園駅を経由せずに埼玉東営業所へ向かう。1999年に開設された国際工業の自主運行コミュニティバス路線で、バス空白地帯であった犬間方団地、中丸団地と東浦和駅を結ぶ。開設されてから長い、間緑区役,役所入口バス停に近い、プラザイースト南を終点としていたが、 2014年3月16日のダイヤ改正で緑区役所へと延伸された。東大宮駅東口から左折してアーバン未来ファミリータウンを循環運行するのと深作中より先は七里駅入口を経由して埼玉東営業所へ向かう路線。2018年3月までの東大宮駅発着路線は午前運行便に限って 前乗り申告制作払い方式が採用されていたが、2018年4月1日より、東大宮駅発着の全路線において、後乗り5払い方式に統一された。同日は丸ヶ崎日の見下、深作中間において、経路としていた、国道16号東大宮バイパスの運行を廃止して、その南側の春、岡地区を経由するよう経路が変更された。 東大81.7001は、デイリビンとして運転され、本数は少ない。大1 4は、大1 3大宮駅東口から、西中の東大宮駅と同じ経路を運行し、東大宮駅から東大02-2と、同じくアーバン未来地区を右回りして、新作中を終点とする深夜バスで、第14以外にも、東大2.81において深夜バスを運行している。 2001年に新設され、当初は、大宮武道館、現、見沼区役所までの運行であったが、後に、大和田駅まで延伸された。住宅地の狭い道路を通るため、他路線とは異なる小型車で運行している。北浦和駅東口から両家、上北崎を経由して、与野駅、埼玉新都心駅へ向かう路線。裏51から3、西浦和担頭同様。 10時から15時台は、北浦和ターミナルビル発着、北浦50-3となり、北浦和駅、東口ロータリーには乗り入れない。2013年9月20日のダイヤ改正で、埼玉新都心駅まで延伸された。かつては、前乗り申告制先払い方式が採用されていたが、2015年1月16日より、後乗り5払い方式となった。 JR 武蔵野線東川口駅と東武野田線、岩月駅を県道324号経由で結ぶ路線で2006年4月21日の改正までは鳩ヶ谷の管轄であった2006年4月21日にイオン、浦和美園ショッピングセンター、現イオンモール、浦和美園がオープンするとほぼ全便がイオン経由へ経路変更を実施 本数が激減した釣り場経由の代替として、浦和味噌の駅を経由する岩11から3が新設されている。2007年8月9日より、利用実態に合わせて、出入込みを全便浦和東高校発着とした。2013年9月20日のダイヤ改正で、岩月駅浦和味噌の駅間を、目白大学のみ停車する、快速バス、岩101が新設されたが、 2019年3月16日のダイヤ改正で廃止された。2013年11月1日より、岩11から3の東川口駅方向は、イオン非経由となり、裏例2と同様に公式ホームページの時刻表では、岩11から 3S と表記されている。岩月駅から1路北上して、蓮田駅を経由し、蓮田四つ葉、病院、 小児医療センター付属岩月診療所までを結ぶ国際工業の一般路線で最北端の路線。昭和30年代には、蓮田駅から岩月駅、日光お成街道、鳩ヶ谷を経て都内まで乗り入れる長距離路線であったが、昭和40年代前半に岩月遺難が廃止され、長らくこの状態が続いたが、旧第14大宮駅東口から、 東大宮駅小児医療センターが第13大宮駅東口から西中の東大宮駅に経路変更、短縮されたため旧小児医療センターへのアクセスを確保するために現在の形になる。しかし全体の利用者が少ないことから2015年4月16日のダイヤ改正でハス1は日中おおむね10時から15時台の運行を取りやめることに なったただし、ハ田駅、旧小児医療センター間に限っては、日中でも一定の需要があるため、この区間便として、連ン12が新設、正確には2014年3月5日まで使用されていた、系統番号の復活されることになった。その後、小児医療センターが、埼玉新都心へ移転したことに伴い、2016年12月31日に、ハス12、 はす気駅小児医療センターが廃止された。また、小児医療センター自体も2017年1月10日に、旧センター跡地に付属岩月診療所を開院したが、停留署名称の変更は実施されなかった。2017年4月1日には、岩月駅、西口ロータリーの開業により、発着地を岩月駅西口に変更し、岩月駅西町五丁目間を、 東部の打線の踏切を渡らない経路に変更され、丹杉町、名店街停留所が廃止、駅前通り停留所は、非経優化された。2018年4月1日のダイヤ改正で、付属岩月診療所が3月31日をもって、閉院するのに合わせ、小児医療センター停留所を近隣に所在する、病院にちなみ、ハスダ四ツ病院停留所に解消、ハス十二が新設された。 開催日のみ、運行の直通バス。毎年夏に運行される白子場と水上公園への直通バス。白子場と水上公園は、埼玉市岩月区と越谷市にまたがる公園で、運賃は200円。浦和レッズ主催試合、天皇杯など、JF 主催試合の時は、臨時で、サッカー場輸送を行う。いずれもサッカー開催時のみ運行される直通バス。 J03 はスタジアム方面が浦和駅東口パルコ横から乗車し、西口、伊勢丹前での降車となる。運賃は400円、片道。J06 は浦和美園から片道のみ運行する。運賃は100円。2005年3月30日に埼玉スタジアム2002で、サッカー、日本代表とサッカーバーレーン代表との W 杯最終予選が行われる際には、 シャトルバスの無料化が行われ、運賃を埼玉高速鉄道が負担した。上尾、河野支線は2003年3月18日、ハスダ・久喜線は2005年2月24日に開業した。南区役所線と見沼区役所線の2路線を受託。詳しくは、埼玉市、コミュニティバスを参照。浦和営業所は、東都乗り合い自動車。 道都乗り合い自動車については国際工業バス遠隔を参照から引き継いだ営業所で開設から2度移転した後に浦和市元太に所在した。1989年3月末当時の車両台数は85台で最寄り停留所である元太小学校入り口付近にある元太坂下交差点から非常に狭硬な路地を入った住宅地の中に所在していた。そのため、 対向車とのすれ違いができずに出入故事が大変、危険だった上に、用地拡大が困難だった。このため、2000年10月16日に、大宮営業所と合併の上、浦和市上野田、現、埼玉市緑区上野田にへ移転した。旧、鳩ヶ谷営業所同様、道路を挟んで向かい側にも、第二車庫を有していた。その後、両跡地にはマンションが建設された。 2000年4月1日当時の所管路線は以下の通り。なお当時は埼玉高速鉄道線が開業しておらず、開業による再編などで名称変更が実施された停留所は急所とする。1959年に国際工業と合併した太平バスから引き継いだ営業所で1965年に大宮市堀の内町へ移転した。大宮は 旧浦和市地域、旧与野市地域、旧岩月市地域、蓮田市、川口市、太平バスの営業区域だった旧大宮市の大宮駅東側を営業区域としていた。1989年3月末当時の大宮の車両台数は73台。車庫面積が手狭であったために2000年10月16日に浦和営業所と合併、浦和市上野電へ移転した。 跡地には倉庫が建設された。2000年4月1日当時の所管路線は以下の通り。なお当時は埼玉高速鉄道線が開業しておらず、開業による再編などで名称変更が実施された停留所は急所とする。国際工業ガスの営業所の中でも路線網が大規模なために所属している車両数も多い。 一般路線用の大型車や中型車のほか、2人がけシートが並ぶミッドナイトアロー専用車2台、かつていは101系統として運用されていた、専用ラッピング車1台、小型車も在籍している。ミッドナイトアローは、専用車両が充当するが、車両検査や故障などにより、稀に特捜検用車が使用される場合がある。埼玉市、コミュニティバスの運行開始にあたっては、日の リエッセの CNG 車が導入されている。一般塗装のリエッセも導入されているが、そちらは東大霊3で主に使用されるほか、埼玉市コミュニティバスにも予備車として使用されることがある。2013年には新車4台に1997年度ノンステップバス登場前まで採用されていた旧塗装の復刻塗装を施され当初に配置された。ただし、 KKK ロゴマークは再現されていない。二千十五年に導入された三千一 q d g l v 二百九十 n 一は、エルガがフルモデルチェンジされてからの市販第一号車であることから、トミーテックが全国バスコレクションとして一百五十スケールと、トミカリミテッドヴィンテージネオとして一六十四スケールを、グッドスマイルカンパニーが一四十三スケールとして、 それぞれ模型化されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。